はいどうも、かつきです。それでは元気に熊かぶさんも行ってみよう。ご機嫌いかがいい感じ、お腹がいっぱいコロコロしちゃうな。はい、始まりました。熊かぶさん、お、ちょうど青になりましたね、あそこ。やっとライスラインまで到達しました。ただあと少しでボビーでございますが、まだ10時になってないんで、ちょっと止まりながら行こうと思うんだけど、まあ、この動画はボビーにつきます、やっとね。そう、6年経ったんですよ。6年経ったんですけど、来れてない人はぜひ来てみてくださいね。ほんとね、近くても一人で勇気がないっていう人は、平日なら私が一緒についていけるんで、一緒に行きましょう。いや、本当にボビーのハンバーガーうまいんでね、ぜひとも本当に食べてもらいたいです。店主の保健圏さんがね、動画やってて、それ見て俺行き始めたんですけどね。それはもう6年の付き合いですよ。食べてても面白い人なんでね、ぜひともね。これは混んでる時より多分平日行った方がゆっくり話せると思うんで、俺はおすすめ平日ですね。あの火木って休みなんで気をつけてください。ボビーのね、 X とインスタを見てれば定休日とか分かるんでね。そう、チェック、 SNS もチェックしてみてください。ちょっとあの載せ方が分かんないけど、ここあの概要欄に X 載せておくと、皆さん見てみてください。ぜひともフォローお願いします。よろしくお願いします。ではもうちょっと経ったらまた撮り始めます。それでは久しぶりのノッチフォロー。はい、どうもかつきです。はい、ボビー近くまで来ました。もう早いぎり行っちゃう。なんか止まってったことがない、コンビニぐらいしか。座れねえし。まあいいや。はい、ここに見えてました。源泉達人の宿、大高の家です。ここを曲がって誰も来てねえと思うんだけど、まだ。これは早すぎるっちゅう話だね。ほら、誰もいないよ、まだ。まあいいか、ゆっくりしてれば。オープンになってる。ではこの辺で中を説明します。それではワニワニ、またね。